さです。本日は前回やったビーンプラントの派生形としてノーフットビーンプラント、後ろ足をビーンプラントして前に蹴ってます。そうすることでこの飛ぶ前足と後ろ足がちょうどこう交差して空中でこういう状況に位置してるのがあるんですよ。だからエアウォークとは足逆なんですけど、エアウォーク風のボンレスってことで、まあノーフット、足ついてないんで全部ノーフットのビーンプラントっていう技になります。これもステアとかでやるとちょっとかっこよかったりするんで、ビーンプラントしますよね。こうついた時に、こう飛ぶ時に前足だけ、後ろ足だけ前にで、そのままテールをね、狙う感じです。テール重心を崩さないようにすごい簡単なんで、見た目よりぜひ